超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです

後ろのパネルも一新をいたしましてですねさらにバージョンアップを図る日本最高日本最高へのシーズン本日もですね30分通しでお届けをいたします。 本日はもう私が大変に敬愛をする日本を憂い、そしてまた日本のですね、希望を最も具体的に提示してくださる学者であります京都大学名誉教授元防災研究助長でもあります今本弘武さんにお越しいただきました。ありがとうございいまます。す。よろししくお願いします、はい もう今本さんはですね、もう皆様もご覧いただければ分かるように、まあ通常ですね、えー、京都大学のその工学部、まあここは、えー、国土交通省の歴代のですね、河川局長であったり、課長のみならず、はい、まあ様々な部署のですね、えー、国土交通行政の官僚を輩出をしております。こうした中で、今本さんは、えー、多くの教え子を輩出され、えー、しかしながらですね、まあ、後ほどまた詳しくお話をしますが、ええー。 淀川水系流域委員会という。うん これは新しい河川法の精神にのっとりですね地域住民と、そしてまたその治水というものが大変に国の大きなですね根本の施策であるならば、そのより良いやり方を考えるだけでなくて、具体的に提示してそれを実現しようという委員会のですね。委員長も務められました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、皆様ご存知のようにですね。いささか手前味噌でございますけども、田中康夫が2001年の2月20日に脱ダムと言ったのが。要 やっとあの八年九年経ってなんか新聞はみんな脱ダムって言葉を当たり前のように書くようになってまいりましたね先生ね本当にこの十年で様変わりですはいであの先生は今冒頭でも申し上げましたようにある意味ではその戦後のですね荒廃した山そして電力も必要であるまた川もまたきちんと治水ができてないこうした中でですねそのダムというものによって人々の安心安全 あるいはその豊かな暮らしを作り出すということに関してですねあ,のある意味ではこう研究をされてきた部分うあのー、まあ私はいわゆる戦前の生まれなんですけども、はい、戦争が終わってそれこそ佐久間ダムができた黒部の 太陽といわれる黒4ダムができたで、ね、あっちこっちにダムができてましたまた大学を卒業する頃からはですね天ヶ瀬ダムというのが京都の近くにつくられましてあこれがまあ大学京都から近か宇治のところですけど近かったもんですから毎年のように学生さんと一緒に出来上がるのを見てその時にですね私はダムについての ういいますかか疑問というのは何にも思わなかったです、うん、単に砂を貯める量これだけを取っておいたらい,い100年分取ってるんだけど100年経ったらそれ以後どうするんかなという疑問を感じたことはありますけども、うん、ダムそのものには何の疑問も抱かなかったんです。 いや僕自身も確か黒部ダムができたのは東京オリンピックの前年でまだ小学校に入るか入らないかの頃は日本ってすごいなーって思いましたですねその戦争の荒廃の中から世界銀行をはじめとするお金を借りたかもしれない荒れ果ててる山の中で電力を生み出すそして治水をすると。ししかかいつの間にか そのダムができて、多くの国民が新幹線ができたときと同じような躍動感が薄れてきた感じがしますそうですね、それと私は防災研究所というところで水害調査をやっておりましたので、その時に感じたのが、せっかくダムがありながら、うん、一向に水害がなくならないなと、うん、これが、まあ、ダムに対する疑問の最初でした。で逆にですね ダムがあったおかげで水害にならななかった例といいうののは私の知る限りないんですよそうなりますとねこれからますますどん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 ダムを作っていこうやっと今変わろうかという時に、えー、私自身の河川観といいますかそういうものから考えてもうダムはもともと主役足りえなかったものを主役のように 今まで思ってやってきたんですけれども、うん、これを変えるいいチャンスだと思って、うんまあ、淀が水系流域委員会などでいろんな主張をしたんですけどね、うん、これが本当に実現ができるのかどうか。 非常にに楽しみにしみてるんですけれども、まえー、淀川水系流域委員会はその淀川という、はいまあ、琵琶湖から流れてくる川、はいえー、そこの大戸川ダムからニューダム、はいはい、それからかダム,ダム,ダムそして今のお話があった天ヶ瀬ダムをどのように改修するか、はいはい、でこの4つに関して先生たちが長時間の現場を見てまた議論する中でこの4つのダムは現時点で、うん 不不要不急であるむしろそうでないさまざまな護岸の、うんはい、きちんとした堤防、はい、あるいは、まあ、春節であったり、はい、森林整備であったりあるいは私が長野で目指した遊水地であったり、はいはい、その他の方策によって賄えるであろうと。そうですね今の河川は堤防で、えーまあ、守られてるところが多いんですけども。うんうん その堤防が非常に脆弱といいますかすぐ切れるんですでこれをもし切れないようにできればたとえ溢れることがあっても災害というのはそう悲惨なものにはなりませんその人命が損傷されるような形ではなく床下であったりそうした形でとどまる、はい、で、特に同じ浸水でも堤防が切れてはあの浸水した場合には土砂がどっときますので水が 引いた後ももう泥まみれですこれがもし堤防が切れなければ若干濁ってはおりますけどもまあ簡単に元に修復できるということですからとにかく堤防を切れないようにするのが最初じゃないかとこれはダムをどうするか以前の問題として私は堤防をきちんとやってほしいと思ってます。 まああのー、その意味では私が脱ダム宣言を出したそのもうこれは番組ご覧の方は何度も聞いているよとおっしゃるかもしれませんけどそのヤンバダム、ベン、あのー、川,川ダムあるいはその他のダムも先生、ダムがないと危ないというふうにその治水の河川管理者が言って20年、30年どころか40年、50年経ってると。はい 私よく言うんですけれども、じゃあ、君は大外科手術しなきゃ危ないよ<ー>と、手術室に担ぎ込まれたんだけれども、手術は松戸下するは始まらない、しかし、仮に医師が駆け寄ってくるまでの間、点滴したり、マッサージしたり、いろんな検査をしたりするのに、まあ、調査という検査してたかもしれないけど、春節1つあまりやってない、今、先生がおっしゃった堤防をきちんと良い意味で整備する、あるいは遊水地とか、森林整備とか、はいはい、これを しないで50年間、ダムさえできれば大丈夫、でもダムができないと危ないと言いながら、50年何も起きてないっていうのは、これは不作為じゃないかとい。いや本当にそう思いますね、よくあの住民の命を預かっているのは自分だと、うん、責任があると言いながら、うんうん、具体的にやっているのは計画を立てることだけで、しかもその計画もあやふやなままで今まで来てるんですよ。うん、でもし 災害になったら責任が取れるか取れるはずがありませんしね、うん、もうちょっと、うん、基本的に考え直していいただきないと、うん、<ー>私は最初に疑問に思ったのは志、ね、賀高原から流れ出る角南川という川、はいはい、これがダムを作んなきゃいけないんだと、はい、ところがその昭和29年30年にここが決壊した場所ですという古文書のような写真を見せられて。うんうん その現場にだからダムが必要ですと言って現場に行くとそこの堤防の周辺にはもう住宅が密集してるとなんでダムできてないから危なくて堤防が決壊するとあなた写真見せてる場所に立ってんのといやこれはこれであの都市計画の中で建築許可が出ましたとその時僕すごい不思議だなと思ったの危ない場所のおうちを移転させることだって住宅産業ですからこれこそ裾野の広い 公共事業皆が喜ぶ公共事業じゃないかなと、まあ、そうした中で脱ダム宣言を出したんですけど、まあ、もう一つ、これもまあこの番組をあの毎週ご覧になっている方この間も尼崎で阪神電車に乗ろうとしたら若い青年が毎週見てるというふうにおっしゃってくださって嬉しかったんですけどこちらも先生ともいつも議論してますが、えー、直轄事業と呼ばれる国土交通省あるいは国交省だけでなくて農林水産省が作るダムもあるんですね。でこの今言われている 中にはは農水省管轄のものも含まれていないってないでこれも縦割り行政ですが、はい、え国が作る直轄ダムでもあるいは都道府県が作くるまあ補助ダムこの場合でもです、ね、いずれの場合でも自治体が作る場合でも7割国がお金を負担すると。うん まあこれは皆さんのの将来の借金でもありますですから自治体は3割負担なので大きな公共事業は地元にメリットがあると。ところが実際に調べてみますと8割のお金は東京だったりあるいはまあえ大阪だったりのですねゼネコンと呼ばれるまああの巨大な建設会社に8割は支払われているとすると地元の住民はまあ3割ありいに言うと負担しても 地元の企業は孫請け、ひ孫請けを含めて2割しかお金が落ちてこない、すると地域の雇用や活性化には、果たしてつながってんだろうかで、つまり今までのダムというのは、まあ、環境を守りたい。 よく「大鷹の映像がある」っていいますけど、まあ、森で大鷹がいない森はなかなか探すの難しいかもしれません。でしかしどうも環境の問題ではなく経済的に言ってもそしてその50年放置している間に行うべきことがあるならばそれを行わなきゃいけないということをですね多くの方が感じるようになってこられますそうですね本当にそういうところでは矛盾だらけと言いますかあのダムを多くの場合 まあダムというのはもともと水ためた水を使うためのものが出発点ですつまり利水ですでいつの間にか治水が入ってきて利水の場合には、えー、受益者負担といって使う人がある程度負担しなければならない、うん、治水は誰がその利益にこむるか分からないということで、えー、まあ国が出してくれるわけですね国の地方自治体が。 そういういことですから地水をくっつけないとダムができないということから多目的ダムそれまでは単独の目的発電だったりあるいは灌漑用水だけだったりしたのがとにかく地水とくっつけたら非常に安くできるということで地水が何か地水のためにはダムが必要だというふうになってきましたけど私は本来の地水から言えばダムによる地水は本物じゃないと思ってます。 あの今、先生からお話があった多目的ダムという言葉私はこの言葉が出た頃からですねダムが本当に必要な治水であったり利水ではなくダムという巨大なお金が動いてそして7割国から来ても8割国に戻っていく中央集権のお金の集金機構そして地元の人にはさも仕事があるかのように見せつけるというですね何か麻薬のようなう、ね、まやかしになってきちゃったんじゃないか。 同時にまあ皆さんご存じのようにこれはあの実は、ね、2007年に日本経済新聞が一面で掲載をした、まあ、これも私が知事であった時代に脱ダムをです、ね、地元の支局で取材をしていた記者が経済部に戻ってです、ね、調べた内容かと聞いていますけどもダムの建設費用というのがこのヤンパダムの場合も当初見積もりが2100億円くらいのものが2倍になっていると。 で川辺川の場合には7.5倍になっていると、あるいはまあ奈良の大滝ダムという、せっかく作ったのに、ダム湖の周りの,まあその地盤が悪くて、ダムの水漏れをしてきたんで、結局、水を抜いてダムの機能をいまだに果たしてないのは15.8倍だと、しかし、これまたさらにお金がかかっていくんですね、維持費がかかっていく。 これがやはり小さく生んで大きく育てると嘘吹きますけれどもダムに象徴される公共事業橋やトンネルのようなものはですね完成しないと効果が現れないのでとりあえず始めると永遠にお金を使い切れるね仕事が生まれる天下り先もできると。 でまあ、こうした中で、あの1番皆さんが象徴的に思われているのが、熊本県の壁がダムと、そして群馬県のヤンバーダムです。で、まあ、この2つのダムに関しては民主党がですね。マニフェストの中で、なぜか個別具体的にこの2つのダムが読めます。と書きました。で、まあこのことをめぐって今マスメディアでは大騒ぎをしてますが、先生どういうご覧になりますか。か 私はこの2つとも、まあ、進まない公共事業の代名詞ということで、うん、東のやんば西の河辺とよく言われるんですねで、これは確かに全国的に目を引きますけども、それ以外に同じようなことがもう全国各地に起きてるわけですね、私はこの2つだけでいいとは思いません。うん 例えば何いろんな都市政策をするには東京と大阪だけでいいのかというようなもので他はもどうでもいいと、うん、これじゃたまにませんね、僕はこの2つだけじゃなく、やはり初心に戻って民主党そのものも選挙前はすべてのダム事業を一旦ストップして見直すんだと言って、私はいつ一旦のその一んが来るのかと楽しみにしたんですが、一向に来ない。はい そうですね、あのもぐらたたきのようにいくつか象徴的なものを叩こうと思ってもこれは繰り返し申し上げているようにあの野口幸男さんがおっしゃる1940年体制と呼ばれる官僚を中心にして政治家と業界と団体が救うです、ね、利権構造というものは大変な堅固なものですからそ,す、ね、そのシステムも変えなくちゃいけない。 はい、ある意味では私や先生が繰り返し申し上げているということからは公共事業がいけないのではなくて極論すれば今あるダムも50年60年経てばコンクリも摩耗してくるともう砂も猛烈な勢いで予想を超えて溜まっているとじゃあそのダムをもっとより良いダムにするのかあるいはダムをハイダムをしてですねその他の遊水地を含めた新しい治水をするのか。 これとって地域密着の公共事業だろうと森林整備も護岸の整備もそうであろうとですから公共事業の在り方を変えないと作り続けて財政も環境もですね人心も地域も疲弊させんでなく直し始めて財政も環境も人心も地域もですね活性化させる再生させなきゃいけない気がしますがところがまああのこの件に関しましては皆さんもご存知のように、まあ、この2つのダムをやめると言ってる。で先生と私は 以前からその日本の制度を改める開国という観点からすればやはり 私、ずっと思うんですけど、あのアルゴアという人の,、うん、あの不都合な真実、はいはい、確かに地球が温暖化して大変だと、北極の熊が大変だという衝撃的な映像は見せますが、同時にどのように転換をすれば、このような新しい産業が創出され、雇用が生まれ、地域が元気になるということを視覚的に映像できちんと見せますよね。本本、うん、本来あの新しい政権が本当に日本を変えんであれば こういうシステムに変えていく工程表を今、この段階まで歩んでますから、皆さん、安心してくださいと、皆さんの仕事はここに生まれますし、現に生まれてきてますと、示すべきかなと思ってるんですけど、ね、そうですね、今は単に、あのとにかく変えてほしいという気持ちが、多くの国民の皆さんにはあったと思うんですね。じゃあ、変えて、えーそれ、それを支持しようということが、今の結果だと思いますが、うん、どういうふうに変えてくれるのかというのを、 まあ、今から探すんじゃちょっと頼りないできるだけ早くどういうふうに変えるんだと見せてほしいですから私も、まあ、あの脱ダム宣言を出した時にもあの実は非常に、まあ、私の。 苦いというか、今はあのびくしょうしてしまう、肩払いたいのは、それまで緑のダムのようなものが必要ですと、無駄な公共事業はやめましょうと書いていたような社説の新聞社に限って、ですね議会で予算を議決をして、決定をして国が認可をしているダムを、1回の宣言でやめるのは民主主義かって書かれたことがありまして。 するとこれは戦争をやってた国がやめるときには永遠に民主的には戦争をやめられないなと思いましたけどもただあのやはり何なんでしょうですから2つをやめるんじゃなくてどういうふうな河川行政にしますよとこれはもう先生の専門の部分ですけどもこういう川にしましょうそのためにこういうふうにしますすると結果としてダムなくても河川はあの皆が安心できるものになりますと。 あのやはり川というのはですねどう私たちが努力しようといつかはあふれる大雨があったらあふれるんだとでそのあふれないようにあふれないようにいくらしてももっと大きな雨が降ればもう必ずあふれるわけですですから私はもうあふれないのを求めるよりもあふれた時にどうするかということを考慮しつつできるだけあふれないようにするというふうに書いてほしいと思っているんですねでそのためには ままずや,るやらいいことがもういっぱいあります、うん、先ほど言いました、もう堤防なんか真っ先にやらねばならない、うん、あるいは土砂が川に溜まってきても、なかなかそ,のそれを取り除くいうことしませんね、うん、これ、予算構造で、ですね、はい、実は川の新設はまあ過小整理というんですか、1>, うん、あの1平米1万円くらいで機械を使えばできますし、はい、これこそ地元のです、ね、青池と雪の土木建設業の人ができる。 ところが、春節の記録ってないんですよね、先生。そうなんですよね。あの経費のあの出所が。はい その維持管理というようなところで<の>これは大半が人件費で,そ,で、ね、その中に含まれてると言うんだけども、はい、春節してないんで、うん、私はいつも台風一過の後の9月補正は全部の川を点検させて、はい、あまりに砂取っても橋が壊れたりしますけど、はいはい、適度な春節の予算というのは。 県全体でやっても1000万円くらいなんですけどでもこれはまるまる地元の業者に行くんですよね。うん、でこういうことが今すぐできること少ない予算でもできることをしていないで、まあ、あの実はですねあの今先ほど143国の、えー、国土交通省所管のダムがあると。 言いましたけれどもあの以前にです、ね、この番組でも先生にご登場いただいて報道したですね、えー、熊本県の天草にロギダムというな計画がございます、うん、これあのバックナンバーで是非アーカイブでご覧いただきたいんですが、うん、川の河口にも至るまで人間がない、ね、ところがここにその人あの治水のダムを上流に作んなきゃいけないと現場に行ってみたら丘というよりも小高い 小山のような反対側に陣下があって川との間には小山があるのにこっちにもしかすると洪水が起きるかもしれないからダム作らなきゃいけないという不思議なまあ文字通りあればもうダムを作りたいがためのダムだと思うんですけどね、うん、ああいう例が私はロギダムにとどまらず日本全国にたらたくさんあるんですよね。えー もう本当にあの不思議と言いますか、先ほどのね、ちょっと脱ダ,ダムで思い出したんですけどね、あの当時の役人が、田中さんが脱ダ,ダムで言われて、この緑にコンクリートがあ、まあ、撤去といいますかね、似合わないと言ったら、じゃあ、アースダムならいいんだ、いいんかなというね、ロックフィールと呼ばれる、そうですね、コンクリートじゃなかったらいいのか、私はね、役人というのは、その程度の考え方なのかと。 今問われてるのは、ダムそのものというよりも、そういう治水のあり方が問われてるんだということに、思いをはせてほしいんですけどねまあその程度というよりもむしろはですね、うん。 あの一人一人はいい人なのに、はい、な地方公務員も国家公務員も集団になるとですね大変な免獣腐敗あるいは足のすくい方落とし穴を作れると思います実はあの10月の6日の日に国土交通大臣の前原誠司さんにです、ね、おそらくこれは熊本日日の記者が会見場で聞いたのではないかと思いますけども今お話が出ましたロギーダム河辺川,川ダムにはまあ反対をしている熊本県の蒲島育夫知事もですねこの 天草のダム、まあ、あるいはここに大変昔からの、えー、強固な選挙地盤を持った、えー、国政の政治家がいたからかもしれませんがこのダムに関しては作るとおっしゃっているただ、えー、熊本県というのは非常にです、ね、報道機関もです、ね、ある意味では民度が高くです、ね、熊本放送も熊本日日もこれこそいらないんじゃないのかと。 ここんなな財政逼迫といだけじゃなくてこんな草にいるのにるかともっと他の公共事業で地域振興すべきだと言っているので質問を気したんですねそういたしましたらですねこういうことを前原さんがおっしゃっていましてまあ実はあの私が「日刊現代」にもこのように書いたんですけれどもどういうことを言ってるかというと国が補助金を出す都道府県のダム計画に 特段私から異論を申し上げることはないとダム計画の入札手続,手続きを止めてくれというようなことを私どもつまり国の側からですね自治体に申し上げるつもりはございませんって言ってるんですねでも先ほど皆様ご覧いただいたようにですねあのダムの予算というのは都道府県が作る場合でも国が作る場合でも7割は国民全体の税金であると。 川の水もみんなのものであるならばこののお金ももみんなのものなんななですねでその意味でいうと、まあ、先生も各地にですねある意味では今までダムによる治水を研究されていた今本さんが今やそのダムによらない治水を求める地域住民からはですね ある意味では救世主のようにいろんなところに講演に呼ばれていますけれどもこの中でも実はあの前原さんは公共事業のあり方を抜本的に政権交代で見直すということが無駄というものを考える定義でこういう箱物については全面的に見直していくんだと。でもその 地方の作るのは、国が言えないっていうの、これ変な話ですね。そうですね。この山田も。で、あれだけ反対の声を聞いて、びっくりしたんですかね。そんなことじゃ困るんですけどね。まあ<の>、矛盾してますですね。はい、まさ、ね、に。公共事業に依存する社会から、より社会保障や出生率の低下の。中での福祉にお金を変えていく。もちろん、それは大事なことです。しかし、私たちは。この公共事業のあり方を変えないといけない。そして、それは。ある意味では、その学問。 に横道がないように、こ、うん、まめなあの川のです、ね、整備をしていくことから始めなきゃいけない、はい、で,すですからね、私はあのこのダムがいるかいらないかという一つ一つというよりも、はい、ダムについてはこういうふうにこれからしていくんだという、うん、まず原則をきちっとやって、治水の在り方ですよね、そ,ねその上で本当に治水、のダムがいるのかそれ、うん、それでもいるのかという形で。うん 見てていいっっほしいなと思ったんです今ある既存のダムもこのままどう修繕して維持するのかダム以外の方法に廃ダムをしていくのかそしてある意味ではその治水は国の根幹ですから残念ながら山形県でもあるいは長野県でも今の熊本県や長崎県香川県多くの都道府県で残念ながらその無駄を省くと言ってきた政権与党の主体である民主党の地元はですねことごとくそのく。 県営ダムに賛成している長野に至ってはそのダムを作るというのが条件で候補者が民主党推薦で市長選に出るというような具合がありますやはりこの辺を変えませんとそうですね、うん、私はあの確かに民主党はマニフェストでああいうことを言ってられましたけど地域に行けば民主党の方が、うん 議員であろうと、県会議員であろうと、そういう人たちが中心になって推進しているというところあります、うん、なるほどまさにその通りでして、はい、ある意味ではその、えー、国家公務員が行っていることだけを追求するんではなく、地方公務員、あるいは地域が行っていること、はい、しがらみや慣れ合いの中のものを、良い意味でみんなが希望を持てる形の産業構造、雇用、地域の活性化に変えていくことが、極めて今、求められているのではないか。うん それがまあえ今本先生と私が常に申し上げているその脱ダムというのは作る作らないを超えたですね,ですね社会のあり方を問うことではないかと思います。四、はい、本先生にはですねえこのテーマでえーおいおいまたご参加をいただこうと思います。えー、今日は新総会典の田中康夫の日本最高日本最高へのシーズン脱ダムの問題に関してお届けをいたしました。いかがでしたでしょうか。それではまた来週。日本の借金は1兆円を超え今も増え続けています。 このままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる。